たの旅はあんたがいないと見ても立ってもいられない。ステンドガラスを壊したネズミは招待状をあんたに渡す。それでもあんたはどこにも行かない。過ちが何一つないから会いに来てくれないかい、愛しのお姫様。迎えに来てくれないかい、thank you.
はい、じゃあ次は、K さんいきましょうか。ピアノは舘野さん入っていただいて、ドラマ加藤君いきましょう。で、伊藤君いこうかな。はい、ベースは野々さんいきましょうか。はい、こんな感じでいいです。ありがとうございます。これだけ難かったな。いいと思うんだもん。これこのマットでいきます。すごい昔の音のように聞こえる。あ、そうよ。うん。なんかこれ YouTube ですごい昔のとか聞くとこういう音がしてるようなそんな気。